校先生です。バスケット部を教えています。バスケットの感じでしたね。素晴らしい、ね、はい。そしてオーハッピーデーですね。この間もあの実は四日市で、ライオンズクラブの、方たちが全国の方たちがちょっと集まって呼んでいただいて、その後にあの四日市長がね楽屋に来てくださいまして、あの元気が良くていいなとか言ってすごく喜んでね、市長がわざわざ楽屋まであの話がしたいって来てくださいました。オーハッピーデーだよ。あれオーハッピーデーなんで帰っちゃうの。あ、そうか、この間の、玉木先生ベースのから青山先生たちが最近リサイタルを始められまして、うん、です誰が言い出すべきかしてますでね、でベースの人たちってつぶつぶ手よっていつもドードードーそうそうしかやってないんですよね。で、はい、で、最後にゲゲゲのタイプの変奏曲やったんですから、で僕はあれプレゼントしたんです。で今日最後に来てみますかって言ったら嫌だって言いましたけど、無理やり他のメンバーが来て、あれで菊里高校の先生ですね、人間明和高校の先生です。みんな音楽家の大変に有名な先生でしたんですけどね、そんな人があんなもんかぶるんですよ。いいんですか、構いませんか、僕知りませんよそれ。はい、ワン、ツー、スリー、フォン。Sitting down
ましたが、はい、6曲演奏していただきました。実はですね、このゴスペルグループは先ほど1曲目に韓国からお祝いに駆けつけてくださった先生方も歌ったんですが、気がつきましたね。大丈夫ですね。はい、後でまたご紹介いたしますが、はい、先生たちもハングル語で歌ってくださいました。さあ、このゴスペルグループですね、昨年は沖縄でも、公演を開催しまして、実はますますと、躍進を遂げているグループになっています。実は今後もですね、7月18日から23日に本場の、テネシーのゴスペルグループもシンガーばかりを、呼んでですね、日本に呼んで、この今日のゴスペルグループの皆さんと共にゴスペルフェスティバル in Japan と称しまして、コンサートシリーズで6公演を予定しています。その中には、ここ安城の、ね、市民会館、このサルビアホールでも7月20日の土曜日ですね、公演が予定されておりますので、ぜひ、お時間がある人は足をお運びくださいませ。さて、ちょっと片付けている方たちが